3日目の朝でございます。昨日ですね、正直あんま寝れませんでした。日焼けでね、ちょっと足がジンジンするのと、あと中からね、筋肉の悲鳴でズンズンなるのと、だからね、一定間隔でそれが襲ってくるんですね。ただね、僕はね、今日元気です。工藤真衣さんに会えるチャンス、これね、最高にテンション上がりますわ。ということで、ちょっと一つ気になったんですけど、宮古島チャリがあったじゃないですか。はい、これまたチャリとか出てくる？チャリないっす。ない？はい。どうやって移動するの？歩きか、はい、ヒッチハイク。歩きかヒッチハイク。はい。工藤真衣さんが昨日来られるホールさんを聞いてるんで、とりあえずそこをちょっと、こっからどれぐらい離れてるのかちょっと聞いていきましょうかね。すみません、おはようございます。ちょっとお伺いしたいんですけど、パチンコ屋さんの、あのジャンボポートアイランドって、あ、じゃあね、はい、おうおうおう、58号線にパチンコ屋があるんですけど、はい、そこですかね。あ、向こうですか。これからまっすぐ行って、はい、であの泊まりたい橋がありますね、はい、左に曲がるとあの角の方にジャンボがあるんですけど、ね、ああ、そうなんですね。なんか大通りを出て左と、ああ、あった、着きました、ジャンボポートアイランド店さん。ここでね、工藤真衣さんを待ち構えたいと思います。あれじゃないですか、あれですよ、あのキャリーケース、あれあれ、うわー、来た来た、本物だ、うわー、おはようございます。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 はい、何が起きてるんですか。そうですね、ちょっと状況説明しましょうね、はい、僕と、広志健太が、沖縄で今ロケをやってました、はい、でミッションをクリアしていきながら、ある場所で落ち合う集合場所があって、はい、ミッションを達成しないとそのどこかっていうのが分からない。じゃあ知らされてないですよ、この後。そうなんですよ。ただですね、そのミッションの中に、はい、実は工藤真衣さんと握手をするというミッションがありまして、はい、私昨日宮古島からそれを聞きつけまして、はるばる昨日来ました。はい、はい、で那覇までやってきてここに待ち構えてたと。ちょっと握手だけして帰るの。大丈夫ですか、この番組。大丈夫です、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ということで、はい、これ、じゃあ、セカンドネーム、マイさんの、じゃあ、私がめくります。おお、あと2ピースですね。はい、これ、マイさんの、ちょっと待って、ちょっと待って、私、本当に沖縄、ハワイより知らないよ。ハワイより知らない人に、こんなピンポイントだけ知ってて、どこか分かりますかって、マジで本当に、難易度100。ちょっと、どういうことですか。なんかスタッフさんの間では、何されたら分かるかもねみたいな言われてた。言われてました。本当にあげられてた。マジでごめん。これは思わぬ誤算です。マジでごめん、本当に今初めて見たけど。着きました、うん、那覇でございます。ついにここまで来ましたね。戻ってきましたね、目隠しされてた場所に。いやでね、もう早速ね、小売島行きたいんですけど、なんかね、昨日、まあ、いろいろインタビューというか聞いたじゃないですか、いろんな方に。そしたらな、小売島まで大体ね、ここから2、3時間っていう感じで聞いたじゃないですか。で、今日、タイムリミット、今日の夕方6時です。6時ですね。で、今まだ結構朝の、まあ、10時ぐらいじゃないですか。なんで、ちょっとね、時間に余裕があるんじゃないかなと思って、ちょっ
ょっとね、一つお願いというか、はいはい、やりたいことがあるんですよ。まあね、このバットを5回光らせるができなかったじゃないですか。なんで、僕ね、ここをね、もうせめてね、なんでここをクリアしたいんですよ。行きましょう。いいっすか。それでも場所はまだ分かってないですね。全然分かってないです。平日のね、今ね、10時とか11時じゃないですか。みんな仕事ですよ。忙しいっすよね、そりゃ。ねえ、そりゃ泊まりたいって多分ね、思ってくれてる方もいると思うんですけど、仕事だけねっていう方もいらっしゃるんですよ、絶対。こっち方面になります。こっち方面になります。あっち方面になります。あっち方面。最初の信号を左に行って、はい、次のサンサロがあるんですよ。はいはい、みたいな、はいはい、そこをね、どうしてたんですか。まっすぐ行くと、はい、分かりやすいんだけど。あ、本当ですか。そう、歩いてだったら、はい、歩いてでも、まあ20分くらい、10分くらい着きますよ。あ、本当ですか。国際通りに入るのは。あ、わかりました。かなり歩いてません。結構歩いてますよ。なんかね、このまま僕も歩いてラーメン屋さんを探したのが早いんじゃないかなと思ってきたんですよ。すごくいいもの見つけましたよ。また歩、あ、やっぱこういうとこがね、歩きの良さなんですよ。地図、あ、どこ、あ、ここか。え、国際通り、これどっから歩いてきたんですか。これ多分ですね、どこだ、空港、これか、空港通り、多分ね、この辺、この辺とかじゃないですかね。から結構来てますね。だって今シーズン入りきらんぐらいで、今ここですよ、現在地で。僕らが目指してる今国際通りがどこなんだろう。国際通り、え、あった、あった、これだ。あ、じゃあ、あ、上か、これだ、これなんで、今がここでしょ。どう行けばいいんだ。こうまっすぐ行って、この熊路ってところを右に曲がったら、ちょうど交差点と重なり合うんですね。じゃあ県庁とかがある、この辺ちょっと行ってみましょうか。で、この辺でちょっとね、いろんな方に声かけて、ちょっとラーメン屋の場所調べましょう。それで行きましょう。行きましょう。時間がない、もったいない。行きましょう。次は二足です。次は本当に大丈夫です。あ、新潟の月、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。ありがとうございます。すいません、お忙しいとこすいません。これですね、僕この場所に行かないといけないんですけど、この場所ご存知ですか。はい、知ってる、はい、郡島、はい、名護の、沖縄名護市って思う、名護市の、はい、橋が
から行ける島に。あ、島なんすね。うわ、これめっちゃ有力情報でしょ。ゆいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。何どさくさにわけでラッシュしてるね。皆さん、沖縄、那覇、国際通り、小池ジャパン来て、ゆいさんいるから。めっちゃ遠いですよね。ですか？歩きじゃ無理。歩きじゃ無理。到底無理。無理です、無理です。そっか。じゃあ、頑張ってちっちゃくして。はい、頑張ってます。ありがとうございます。はい、いい天気。さっきまでの雨が嘘のようですね。ヒッチハイクする自信ある？僕ありますね。したことあるの？2回だけあるんですよ。おお。ただ結構近距離やったんで、結構すぐ終わったんですけど、まあ優しいっすよみんな。多分意外と。まあまあまあ大丈夫でしょ。ヒッチハイク自信はあるっす。っていうかもう僕ね、この辺の人にどんどん声かけててもいいと思うんですよ。この前の店でラーメン屋さんで、ラーメン屋さんとかご存知でしょ？分かんない、分からない。分かりました、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメンの、ちょっと偽造なのか、偽造なのかちょっと分かんないけど、ラーメン屋さんとかもそうですけど、あ、本当です。聞いたことはある。わかりました。わかりました。すみません。ありがとうございます。名前は聞いたことがある。この開放感、何も分からないだろう。ジョーも座ってみます。束縛されて、それが愛だなんて思ったりして。そうだね。これ近い状態ですけど。観光で来てるとこの辺を。ゆっくりとね、絶対に回ってるんでしょうね。もうゆっくりね、こんなんじゃなくてゆっくり見てみたいっすよ、お店とか。なんで僕は今ラーメン屋さんを。2日前に那覇に来ましたけど、夜について。夜について何も観光できずに、その日終わって、まあのね、ご飯は行ったんですけど、ね、終わって、次の日の、次の日いきなり朝から石垣島に飛ばされて、外出たところで、目隠しで、目隠しされて石垣島に連れて行かれて、気づいて丸2日間石垣島に行って、ね、今日また中にいる、うん、で、今観光してるわけでもなく、今ラーメン屋さん探してるミッションもね、観光したい。まあでもね、それこれが大事なんでね。何のためかって言われると、そうです、ケンタにね、出会うためっす。ですよね。そうなんすよ。なんか撮影する。もう何したちょっとですね、聞きたかもですか。いや、あのどうせね、健太と会うなら沖縄のね、清掃を着て会いたいんですよ。ね、そのまあ、僕ら普段のね、清掃ってタンクトップなんですけど、ちょっとね、ここはやっぱ沖縄県なんで、沖縄って言ったらアロハとかね、カリウシとかみたいな感じなんで、ちょっとじゃあ、これね、どうせ健太のために清掃をして、お見せさせていただきます。ハイサイ、ハイサイだよ。おばあ、おじい見てる。ハイサイだよ。現地の人になってません？完全に。ラーメン屋さん見つけて行くって結構時間ない。だってもう多分こっちを最低でも3時までにヒッチハイク成功させて乗らなくちゃいけないわけでしょ。あと2時間ちょっとしかない。ラーメン屋さんも見つかってないのに。ちょっとや本当にやばいんで、ちょっと本気で探しに行きます。別のね、通りを探して、そこでまた聞き込みします。ラーメン屋さんでここのラーメン、お味噌、寄贈って聞いたことあるな。聞いたことあります。でもちょっと場所、ね、場所までは分かられないですか。いや、どっちだったのかな。この辺ラーメン屋さん多いですか。あ、多いんですか。あ、お、結構いっぱいありますな。あります。あ、本当ですか。
ちょっと待って、これじゃないですか。いや、これでしょ。え、これじゃないですか。とりあえずやべえんですけど、マジで。あのね、なんていうんですか、なんかね、人間ってね、突然のことが起こりすぎるとリアクションとか取れないっていうのが今分かったんですけど、しかも徒歩1分ですよ。すぐそこって書いてあるし。いや、あ、ランチ、あ、営業中になってます。で、これですよね、赤鬼ラーメンってあります。あ、ある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 、ほら、うま辛激辛赤鬼ラーメン。いや、絶対これ、いや、もうこれっしょ、これしかないですよ。来た。どんぐらい探した？ 2、3 時間探しましたよ、ね、結構来ましたよね。いや、やっぱね、歩くって大事っすね。超嬉しい、やっと食べれる。めっちゃ美味しそうっすよ、美味しい。このラーメンはお店の辛さはおすすめ。おすすめ、はい。あ、うまい、めっちゃうまいけど辛い。へぇ、結構辛い。辛いっすね。辛いけど、めちゃくちゃ美味しい。へぇ、いただきます。めちゃくちゃうまい。うまい。あ、もうちょっともう一緒ですよ。もうバクバク食いますね、今。めっちゃうまい、マジで。これね、夏バテ、夏バテって言うんですかね、帽子っすよ。ああ、ありがとうございます、すいません。ただから結構辛いっす。うめぇ。見たらもっとうまい。これめっちゃいい匂いしてますよね。めっちゃうまいっすよ、ね、あのね、まあね、なんて両方うまいっす。でも僕はニンニク入れた方がちょっと好きかもしれない。正直時間があるならもう一杯食いたい。そうだよ、マジで。もう一杯食べたいぐらい美味しい。お疲れ様でした。めちゃくちゃ美味しかったっす、ね、早速ミッションなんですけど、ここですね、ラーメン鬼蔵さんの赤鬼ラーメン完食と。クリアですよね。クリアですね。よっしゃ、いきます。あー、なるほどね。ほぼ完璧じゃないですか、ね、ほぼ完璧っすね。ほぼ完璧。いやー、でもね、なんか嬉しいっす。まあね、ちょっとここだけ残っちゃったんですけど、ここまでやったんでね、自分で自分を褒めたいっす。なんでね、早速ね、あんまり時間ないんで、早速もうここ小売島向かいましょう。試着しに行きましょう。行きましょう。すいません、お願いします。ここまで行かれます。
ちょっと今からご飯食べに行こうと思ってたけど。ああ、そうなんですね。あのとりあえず北の方にちょっとでも進めたら OK ですか。 OK です、 OK です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。やった2本目マジか、もう来てくれたんや。地元の方ですか。はい、そうです。わあ。で、こう授業がある。はい。学生さん。はい。え、大学何年生ですか。大学2年です。2年生。何勉強されてますか。英語。英語。My name is Kenta. My hobby is パチンコ、パチスロ。My favorite sweets is ショートケーキ。Thank you. え、沖縄の本島ですか、お二人とも。出身は宮古？あ、出身は浦添、はい、一応こっちですけど、はい、親が宮古です。あ、そうなんですか。はい、宮古のどちらですか。宮古の伊良部島。伊良部島。行った。橋、その伊良部島の。多分一番奥に降ろされて、でそっから自転車でずっと回ってたんですよ。すごい。これ自体が街みたいな感じですね。雰囲気が全然違う。タピオカとか好きじゃないですか。あ、大好きです、ね、大好きでしょ。タピオ台湾のやつですよね。はい、それ買いましょう。ありがとうございます。気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。沖縄の人優しい、みんな。行きたいんですけど、もう途中まででいいんで、いいですか。それね、写真、すぐ近所の戸口ビーチかなとか思って。ああ、そうなんですね。で、よく見たら、あ、氷島の。もうご都合よろしいところまでで大丈夫なんで。戸口ビーチもポツンと岩があって。へえ。結構あれですか、海水浴とかできるような場所ですか。戸口はね、サンセットですね。サンセット、うん、サンセットがすごい綺麗ですね。あ、夕日がこう沈んで、氷島は海自体すごい綺麗ですよ。うん、で車で氷島まで向かう間が橋があるんですよ、はい、こう長い、長いっていうほどでもないですけど、はい、その橋がこういってこう登ってるんで、はい、運転してる側からしてみたら空に向かってってるような雰囲気っていうか、すごい、うん、もう先が見えないようになるってことですね。そうですね、まあ大げさに言うと、はいはいはい、うん、でもやっぱり綺麗なビーチですよね。はあ、まあ、僕は越してきたんですよ。あ、そうなんですか、うん、え、どちらだったんですか。東京だったんですよ。あ、そうなんですか。でもね、子供できて沖縄がいいなと思って。あ、子育ての環境ですか。はい、そうですね。え、何年前ぐらいに来られたんですか。6年前ですね。おい、ちなみにこれ僕の店です。え、お店。はい、あ、そうなんですか。そう、今休憩中。6年住まれて、はい、どうやったんすか。いや、もう最高ですよ。最高ですか。まあ、でも、はい、合わない人がいるんじゃないですか。僕なんかはもうすごい、性格的にも合ったっていうか、はいはい、うん、こうやってドライブしてて、はい、この海が見えたらもう嫌なこと忘れますよね。あ、やっぱり都会で仕事して生活してる人は空と海が大事ですと。うん、きっとそうです、ね、電磁波浴びすぎてて地球に返した方がいいですよね。裸足でビーチ歩いて。
裸足で海使ってね、電磁波をアースにこう流した方がここが女の道の駅ってとこなんで、はい、ここだとまた捕まえられるかもしれない。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。地元の人とか、あとアンダギーとか、はい、スワートアンダギーとか、はい、あと地元の人たちがみんな買いに来る地元の野菜が安く売ってるようなとこなんで、うん、見てても面白いかもしれない。よし、じゃあここでいいですか。ありがとうございます。本当にいい。で、那覇がこの辺ですよね。そうですね、那覇ここです。え、もう半分ぐらい来てるって。あ、もう全然来てます。マジで。すごい順調やん。これ絶対戸口ビーチだと思う。うちの近所。良い旅を。ありがとうございます、はい、本当に助かりました。もう中盤ですからね。70% 来たようなもんです。はい、はい、お気をつけて。ありがとうございます。失礼します。またもやめちゃいい人。めちゃいい人。名護にしたんですね。名護にしました。いきなりね、やっぱ小売島ってしちゃうと今日距離があるんで、だったらこの名護って結構大きい町みたいなので、で結構通り道なんですよね、小売島なんで。一旦ここの名護方面まで行って、こっちで小売島方面多分行く、ね、方を探すのが簡単じゃないかなと、うんうん、一旦ねこの名護方面に行きたいなと思います。ありがとうございます。ですね、2人ちょっとカメラがあるんですけど、カメラも一緒に撮らせてもらったりとかして、いいですか。 ありがとうございます。あー、よかった、嬉しい。マジで、すいません、ありがとうございます。いいですか、させてもらって。嬉しいです、マジで。沖縄のこっちの何の方ですか。はい、地元です。あ、地元なんですね。沖縄のカデナの方です。カデナですか。はい、石があるところです。あ、なるほど。ちなみに今はどこに向かう、あれ、打てるんですか。選手ちょっと足折ってしまって、なんか、あ、まずそれが、その書類取りに、こっちの現場だったんで、たまたまちょっと書類取りに来て、はい、帰ろうかなと思ってたんです。あ、めっちゃいい人に出会いましたよね。いい人しかいないんですよ、やっぱり。本当に。アメリカ人とかがやってても、苦労するんですよ。わー、そうなんですか。英語わからないけど。6時までできる方、どうなるんですか。行けなかったら、もう多分本当に終わりですよね。終わりです。タイムアップで、その時間で終わりです。終わりなんで、相方と会えずに終わる、会えずに終わるっていう一番最悪な結末になってたんですよ、番組的にも。相方も多分同じ、本当同じようなことしてると思うので、僕が例えばついても相方がつかない可能性もあります。ちなみに先週結婚したんですよ、ね。はい、おめでとうございます。4日目でこれです。せっかく新婚さんなのに、新婚旅行ってことで。ああ、そうなんですね。病院に行かれ、ご自宅戻られてるところなんですか。今です。はい、今日病院行って。あ、で今そうですね、ご自宅病院行って、またこの現場まで書類もらえに行って。ああ、なるほど。どうせやろう。なるほど、なるほど。いいですか。すいません、ありがとうございます。やばい、これどうやってやるんやったっけ。多分ここやで。ちょっと待って、ここ。やばい。そうです、そうです、そうです。1個下げる感じです。下げる。はい。あ、これでいい。はい。なんか後ろ泡出ましたけど、大丈夫ですか。まっすぐ、まっすぐ左まっすぐ、まっすぐ3キロもあっすぐ。あ、名護って書いてある、お前。大丈夫ですよ。めっちゃ降ってきた、ね、止めてもらってよかった。あ、確かにあんこやで大変。人工活動はされない。し
ないです。しないですね。ちょっと父親がハマりすぎて昔。あ、そうなんや。そうなんすか。そう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 。毎日、はい、土日にはパチンコに行くんで。連れて帰って一緒にしたこと。勝ちました、その。あ、勝ちました。うん、ビギナーズラック。ビギナーズラック。そうそう。なんか、あ、なんか、これやんだらどうしたらいいの？あげたんちゃう。なんか出さへん。あ、これいけた。どういうこといけた。もう一回か。これか。あれ違う。およそ。あ、いけた、いけた。ちょっと。あ、これで OK ですね、多分。止まりました。結構お二人で旅行とかされるんですか。そうですね。一回。どこ行かれたんですか。今まで、ハワイ。ハワイ。バリー。バリー。金沢とか。金沢。金沢。金沢。いや、海外海外に来ちゃったから。金沢って聞こえた。じゃあ今まで、うん、その行った中で、ここはもう一回行きたいみたいな。一番一押しどこですか。ハワイちゃいます。ハワイ。ワイ私タイの。マジで。あ、あれ。あそこあそこ何島やったっけ。エロい島や。エロい島。エロいぞ。エロかった。めっちゃエロかったです。ヌーディストビーチとかですか。いやいや、そんなホテルではないけど、ホテルがなんかラブホみたいな。そうそう、なんか至る所にショッキングピンク使ってるようなので、なんかね、照明がなんか やらしかった。ベッドはハートとかではなかったですか。あ、そうなんだよね。あ、そうなんだよね。赤かった。ベッド赤かった。赤い。赤かった。はい、よし、ありがとうございました。あー、事故らずよかった。本当にありがとうございました。いえ、こちらこそ。助かりました。いや、よかった、楽しかったです。俺とか全然できないですけど。あ、何も何も。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に助かりました。なんか博多に来てもし見かけたら声かけてください。ぜひお願いします。はい。ありがとうございました。あ、お疲れ様。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。良い旅を。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。市役所。沖縄の方ですか。沖縄です。ああ、そうなんですね。じゃあこのハートの岩とかご存知ですか。氷島。氷島。氷島まで行くんですか。はい、そうなんですけど、全然ご都合がいいところで降ろしてもらっていいんです。で、名護までドライブですか。あ、家があるんですよ。ああ、彼女さん送って、じゃあデート帰り。そうっすね。ラハで泊まって、え、ラハで泊まって今日帰ってきました。あ、今日帰るんですね。はい、送り届けるところで。これざっくりでいいんですけど、例えばこのまんま氷島の方にいたら大体どれぐらいで着くぐらいの距離なんですか。ここが40分。3、40分。3、40分。あ、そうなんですね。だいぶ近づいてくるんですね。橋、沖縄の人暖かいですよね。そう、北海道なんですよ。最初は北海道。いや、北海道もあったかいですよ。北海道も。え、じゃあどちらで出会われたんですか。出会ったのはオーストラリアで。オーストラリア。ワーキングホリデー行った。はい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 。それで会いました。で、会って沖縄と北海道の2人が今こうやって愛を育んでる。ドラマやなこれ。本当。失礼します。心がキュンってしたっす、二人を見てたら。本当にここに健太が多分相方がいるはずなんですよ。これはツーロックっていうんですか。ハートロックっていうんですか。ハートのなんか形をしてる石、あ、岩になってて。初めて聞きましたけど。あ、本当ですか。あ、そうなんですね。全然ですよ。本当ですか。はい。マジっすか。見てください、これ。鳥肌。鳥肌。あ、ごめんなさい。
めっちゃ僕今鳥肌立ってます。めっちゃ逆立ってる。いやもし本当にそのいいんであればよろしいんであればむちゃくちゃ嬉しいですけど。自分もなんかハートロックを見たくなりました。やっぱねマジでいい人だらけばっかりじゃないですか本当に。いやもうねちょっとさらに大きくなってすいません。いやあのねいやもう石垣島の方はめちゃくちゃみんないい人だったし こっちで もうたくさんの人に声かけていろんみんなね丁寧に教えてくれたじゃないですか。でさらにお兄さんが心配して本当にいいんですか。ありがとうございます。改めて本当にありがとうございます。来ましたよ。これがね、古宇利島に続く橋。見てください。むちゃくちゃ綺麗。両サイド海で、ちょうど海の真ん中をね、本当に走ってるっていう感じで。多分、あでもあれですかね。今前に見えたあの島が古宇利島。むちゃくちゃ綺麗。マジで時間やばかったっすよね、これ。結構ギリじゃないですか。だって。あと多分30分40分いろんなのが遅れてたら多分、まあ、もちろんね女さんとも出会ってなかったし絶対ね多分試着できてなかったんですよ。違うかな。あ、そうだ、これだ、これ。あ、これだ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 。あ、あった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 、これだ。絶対これだ。あ、違う？いや、これでしょ。あ、これっすよね。あ、あった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 。これや。わわわわわわ。来た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 。到着です。到着しました。ちょっと降りましょう。いや、小野さん本当にありがとうございました。ちょっと あのお手伝いします。ちょっとね足怪我されてるんで。マジでありがとうございました。すいません、ちょっとあのね松葉つぶって。ああ、ありがとうございました。楽しかったです。本当にいやもうね小野さんにあそこで出会ってなかったら多分来れてなかったです、間違いなく。いやもう本当本当に感謝です。ありがとうございます、はい、今ちなみに何時ですか。今5時20分ぐらい。5時20分ぐらい間に合ったんで。ありがとうございました。でね、本当だったらね一緒にね下にね降りてねちょっと見たかったんですけど、ちょっとね足怪我されててちょっとね急な勾配になっててちょっと女さんがね降りるのが厳しいということなんでね、ちょっと一緒に行けないのが残念なんですけど。次じゃあ本田さん、奥さんと ね、あの、はい、結婚されたばっかりらしいで、新婚さんらしいんでね、はい、奥さんと一緒に行きたいと思います。ラブラブしてください。いや本当にありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。え、健太さん、いやもう来てるって信じますよ僕は。あいつはやる男なんでね、絶対来てるはず、間に合うはずっす。見えた。長かった。ここまで。ケンタ。ケンタ。見てます？返事はないっすね。ケンタから返事はない。まだ？まだない。あいつは来ますから心配しなくても。あいつは絶対来る。で来てたんですけど、はいはい、そこの名護のところでちょっと苦戦してまして、
時間も迫ってきてやべえって思って。いや、よかったです、ちょっと。自分も一回だけヒッチハイクしたことあるんですけど。あ、そうなんですか。結構ね、止まらなかったら慣れますよね。ね沖縄に住まれてるんですか。あ、そうです。4年ぐらいかな。はい。その東京から沖縄ですか。東京もたまたま2ヶ月とかいただけで、もともと京都なんですけど。から京都から。京都から、はい、沖縄に来て、20歳の時に来て。はいはい、でそれ。お仕事関係とかで来られた。もうただなんか仕事が嫌になって、怪我とかもしたんで、もう手術とかいろいろあって、はい、もうダメだと思って、はい、たまたま兄弟が沖縄にいたんで、はいはいはい、なんかおいでって言われて来て、ね、そっからもうハマった感じですね、沖縄に。簡単にでいいんで、はい、ちょっと沖縄の魅力みたいなやつ。なんだろう、はあ、やっぱり自然。自然多分那覇からこう来たら分かると思うんですけど、はい、こっちすごいいいじゃないですか、はい、自然がやっぱいいのと、うんうん、やっぱ人が優しいですよね。優しいですよね。しかも時間がなんかゆっくりしてるし、多分イメージそのまんま、はい、って感じですね。ありがとうございました。頑張ってください。本当助かりました。本当にありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった。本当によかった。本当に、うん、焦っとったっす。本当。じゃあ島に。そうですね、これが見える場所です。今ちなみに今何時？ですね、5時20分です。あと40分です。これやばくないですか？島の反対側とかやったら、これ多分間に合わんですよ。I want to see this location.Over there. Yes. Thank you. Thank you. ちょっと念のためもう一回聞きましょう。念のため。ちょっと。ちょうど真ん中ぐらい。あ、そうなんですか。ちょっと回ったら。はい。どっちから行く感じなんですか。ここ左と右、大きく。大きくこれ分かれてますけど、分かれてますね。これ2択じゃないですか。もう意見がもう真っ二つなんで、うん、もう最初思ったらこっち。ん？右ってこと？右から回ります。いいですね、はい、いいですね。いいす、決定ボタンを。じゃあいいですね、本当に。ピンポーン。あと20分。はい、パート6ですか。はい、この景色が見えるのはこっちとこっち、どっちがですか。あ、こっち側の方が分かりやすいか。はい、はい、行ってきます。皆さん、10分前大丈夫、全然心配してます。Thank you.
絶対にこいつは。ああ、お足から遠い。ケンタ、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 ケンタ。まっすぐ行くよ、お前。俺はこれをするためにずっと待っとったわ。もう、いろいろね。まあ、いろいろあったよね。まあ、お互い、その、募る話はまあ、あると思うんやけど、一個だけ言えるのは、最高の、本当に人生最高の3日間だった。ヒロシとは別やったんやけど、あのね、いろいろ考え直させられた。わかる、めっちゃわかるわ。本当にめっちゃわかる。あー、てかね、本当にね、支えられて生きとっちゃねーと思った。なんかいろんな人に、もちろんその沖縄の人、からもめちゃくちゃ助けられたんよ、ないと絶対こんなとこまで来れてないし、100% 無理やね、なんなら3日間耐えれてないんじゃないかみたいな。いや、それ、ほんとそれなんやけど、それと同じぐらい思ったのは、俺、ヒロシも支えられとった。それ言ったら俺もって、俺もね、どんだけ健太に支えられたかが分かったよ、これで。よく実際さ、こうやって実際でも出会えたわけやん。だから本当に分からんやったやん、ここさ。買ってきたものもあるよ、健太。前さ、麦わら帽子なくしたって言ったやん。絶対健太麦わら帽子欲しいやろうねって。どう、そのやろう。ありがとう、やろう。ありがとう。100だよ、100だよ。まあ最初はさ、ご褒美ロケじゃなかったんですけどさ、なんだよこれって思ったけどさ、最高やなかった、ね、この3日間マジで最高の3日間やったわ、マジで。いやー、本当にね。よし、まだ、駆け出しやけど、おほら、お絶対にてっぺん取ったろ。取るぜ。よっしゃー、あっとけよ。いや、なんか中に入れない、中に入れない。乾杯。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。あー、しみる。うまい、うまい。ただ、ケンダ、このさ、あれなんかめっちゃ見たことない。何、大丈夫これ、この感じめっちゃ見たことあるんだけど。前乗りのデジャブ。あの、これさ、明日俺らまた会いますけど、食べられんやん。